こちらにですね、写真を簡単に自動で分類して、アルバムですね、それを作ってくれるという新しいサービス、こちらをちょっと紹介したいと思います。よろしくお願いします。はい、こちらなんですけれども、写真を自分で選ばなくても、こういったようにフォルダ、画像が入っているフォルダを選んでいただいて、で、写真のサイズですとかページ数を選んで次へ、でデザインを選んでもポチッと新規作成を押すだけでアルバムの自動解析が始まりまして、キャノンが考えるいい写真を選びまして、素敵なアルバムのレイアウトができるというサービスになります。でこの時間はキャノンの方が考えるいい写真というところで写真を特典化していまして、構図ですとか写り、あと、ボケてないかですとか、あとは主人公の笑顔、目つぶってないかというのを全部見ていまして、すべて特典化をしていい写真を今配置している段階になります。だから点数をつけるみたいな感じで、そうですね、はい、じゃあ選んでいただいて、はい、勝手に自動で選んで、そうですね、で、はい、フォルダーの中に動画が入っていましたら、はい、動画も解析対象に加わりますので、はい、フォルダーの中にもう本当に何でもかんでも写真を動画とか入れていただければ、それがすぐにアルバムにできるというところがポイントになっております。で今こういった形でフォトブックのレイアウトができておりまして、これでもう印刷すぐかけられる、はい、はい、この後カートに入れるとしますと、フォトブックがだいたい2週間ぐらいでお手元に届くような形になります。でこういった形で春の写真ですとか、あと鯉のぼりの写真ですね、あとはなんかこう春のいい写真、季節感のあるようなものがこうそれぞれ分類されて、すごくストーリー性のあるフォトブックに仕上がっております。すごく素敵なおしゃれなレイアウトになっているので、他のサービスとは違った、一味違うすごく素敵なフォトブックがお客様の手元に届くということになります。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。